はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロストーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。次は3話ですね。確か魔界に落ちたところで、あ、これはヴァンパイアセイバーだっけ。モリガンだ、モリガン。右はモリガン。いつまでそこに立ってるつもり？デミトリ。左はデミトリか。退屈極まりない。そうは思わんかね、モリガン。そうね、その意見には賛成だわ。私が何をしに来たか分かっているな。紳士がレディーの寝所にまで足を運ぶ理由、いくつも思いつかないけれど。そうだ、決着をつけに来た。さあ、アーンスランドの主よ、この私と戦え。魔界最強をかけて、闇を滑る資格をかけて。やめやめ。どうやらお客様みたいよ。あの、お取り込み中のところすいませんけど、私たち道に迷っちゃって。人間だと？どうやら人間界から迷い込んでしまったようね。人間界？え、じゃあここはどこですか？魔界だ。魔界？なるほど、くん知ってる？悪魔の世界の魔界？そう、その魔界。あなた、こういうとこ初めて？ダメだよ、なるほどくん、そういうのは。どういうのだよ。これから魔界大乱戦を始めようというときに、タイミングの悪い人間どもが。なんか怒られてる。心配しないで、こいつ口だけだから。モリガン。人間界へはよく遊びに行くから、送ってあげるわ。ちょっと、城の外からおかしな力を感じるのも気になるし、それを見に行くついでにね。おかしな力？確かにな。これは何だ？さあね、ただ。ふふ、何か面白いことが始まるのかもね。優しいな。これが魔界。あ、なんかいる。時間はかかった。これなんだ？鉄拳キャラだな。力は全て俺のものとなった。これでようやく始めることができる。何をだ、三島和也。何？貴様、風間陣。ようやく見つけたぞ。ほう、俺の居場所がよくわかったもの。血のつながりなどというのではあるまいな。ふざけるな。貴様を親だなどと思ったことはない。こいつら親子かよ。かつての戦いで。そんな離れてるようには見えないけどな。いつか必ず出てくると思っていただけだ。渋谷でそれらしい人物を見たという話を聞いて。それでわざわざここに来たというのか。ご苦労なことだな。話は終わりだ。今度こそ魔界で死ね、三島和也。おっと、そいつを殺すのはじっくりと調べてからじゃ。何？この声は平八。やはり生きておったか。何？貴様何者だ？また首を突っ込んできたか。そうか、貴様がデビル化して魔界に消えた時、わしは今の姿ではなかったからの。平八、三島平八か。なぜそんな姿をしている？研究中の新薬、その副作用でな。貴様が行方をくらましていた間も時は流れていたということよ。三島平八、まだデビル因子のことを諦めていないのか。当然じゃ、人を超えたその力、わしにないのはそれだけじゃ。ならば奪ってみせるか。デビルの力を完全に抑え込んだこの俺から。そのつもりよ。ついでにジン、お前もじゃ。ちょうどいい、ここで三島の血をすべて断つ。おお、なんかモンスターが出てきた。こいつらは魔界の虫どもか。これからという時に。ふん、面倒な話を。ここは専門の連中に任せるとするか。何？まだ誰かいるのか。いたぞ、三島平八だ。勝手に動かないでほしいものだな。
他にも人がいない？あれは？なるほど先生、とは違うようやの。肝心の連中はおらん。渋谷で見た金の鎖はある。こりゃどうなっとるんじゃ。あれは政府機関神羅の。その鎖、渋谷の街で回収されているのを見た。何？あんた何か知っているのか？現三島財閥当主風間陣か。どうしてこんな場所に？それに金の鎖のことをどうして知っている？俺は渋谷からここに来た。その時にな。この鎖が回収されていた？誰がどうやって？化け物どもがだ。連中は見たことがある。確か大間じゃないのか。そうだ、幹部の女もいた。その金鎖が異世界にもあるということはいやらしい状況ね。かなり神室町の地下でこんなことが起こっていたとはな。これ神室町の地下なの？ふん、俺がいない間にいろいろと起きているようだな。面白い。む、あの男は。ああ、気にはなっていた。まさか、三島和也。先生は見つからず、代わりに三島一家が勢揃いかいな。おお、また、悪魔が出てきた。騒ぎすぎたよね。魔界のデビルまで寄ってきたわ。もうむちゃくちゃやで、面白くはなってきたがの。確かに観客も増えてきよったわ。どうする？このままやるか？和也、陣よ。俺は構わん。ふん、一人残らず殺せば同じことだ。どうやら追っ始める気みたいね。物騒なことも言ってるし、すごく。私たちはどうするの？デビルを排除しなきゃいけないと思うけど。そうだな、こんな連中がうろついているのでは。なるほど、たちも危ない。三島和也、手を貸してくれ。何？見返りは情報だ。あんたがいない間何が起きていたか。俺と取引をしようというのか。神羅の小僧、デビルの力身につけた。三島マンに暴れられても面倒じゃしの。それに目の前で殺し合いをしようというのなら止めさせてもらうぞ。デビル因子、ウイルスに似たものと言えなくもないわ。余計なことを。弾の取り合いする雰囲気やないの。どないすんや。まずはこの場をどうにかすべきだろう。めっちゃ説得されてんだこいつ。ふん、なんとか話はまとまったようじゃな。そいつは、なんかね、毎回喋ってんだけどわかんねえ。一時はどうなるかと思ったかな。博士、下がっていてくれ。ここは俺たちがなんとかする。では、任せることにするからね、全面的に。浦島は戦わないんだね。足を引っ張るなよ、ジン。それはこちらのセリフだ。貴様はおとなしくしていろ。ふんふんふん、後ろから隙を見て、というのも手か。物騒すぎだな、こいつら。まあ、これでいいでしょう。さて、どうする？ 4 対1になってんな。下がりつつ、追撃できるときに追撃するか。左の一体は、容赦はしねえ。こいつに任す。うわ！これ、ちょっと間違えただけでも、あれだな。一回、ポチョって入るだけで、ダメージを食らう。なんだこいつは、やる気がなさすぎる顔だな、この魔界の悪魔は。まだまだ雑魚だな。行くぜクリス。届かないよなこいつらは。お、こっちに来たか。マイナス20って何がマイナス20されてんだ。売られた喧嘩はこうたるわ。だってさ、こんな普通の人間が鎌でさ殴られたら普通に死ぬだろう。ほら燃えろ。こいつはだいたいこんなさ悪魔見たらビビるよ。絶対勝てない。あ、モリガンとか来た。もう人の城の前で何をやってるのかしら。夜の静寂を乱す愚か者どもが。なんや、えらい格好した姉ちゃんと、これまたえらい格好したマッチョが出てきよったで。ふう、そうか、ここは彼らのテリトリーだったわね。もしやこの世界の住人なのか。そういうことじゃ。奴らはダークストーカー、まあ魔界の主みたいなもんじゃな。
本当の主を決めようとしていたところで邪魔が入った。デミトリー、いい気分だったところを邪魔されて機嫌が悪いのよ。向こうに見える城、そうか、モリガン・アーン・ランス言えない、モリガン・アーンスランドの城か。モリガン、迷い込んだ人間を探しているんだが。トゲトゲの青いのと変なちょんまげの娘じゃ。多分これ。まったく、縄でもつけておけ。母、いや、どうも。変なちょんまげって何？これは霊媒師の由緒正しい髪型なの。ふん、なるほど。無事じゃったか。わしの裁判が終わるまでは生きておれ。は、はい。裁判どころじゃねえだろう、もうこんな、なってんだったら。またなんか出てきたよ。あ、これは。無理しなくたっていいのに。なんだ、赤ずきん。あら。名前が出てこない。なんだっけ、こいつ。どちら様？それに無理しなくたって、って、どういう意味？そのままの意味。わかんないかな。やられちまえってことだ、おら。そこの青いやつ。なんだ君は。見覚えがあるな。やつは確か知っているのか。昔賞金目当てに私たちダークストーカーを狙っていたダークハンター、バレッタちゃんね。そうだ、バレッタだ。吸血鬼さんも、ユマさんも今はそういう時代じゃないから安心してね。で、今は秘密結社シャドルーからの仕事を受けているというわけか。シャドルーだと。ああ、何かまかけてんだ、おっさん。あなたが連れているクリーチャー、今、その BOW を使っているのはシャドルーよ。そいつらが、なるほどの先生を消そうっちゅうわけかいな。シャドルーめ、カムロ町の一件、何が何でもわしに罪を着せたいらしいの。そのために弁護士を始末するつもりか。確かに三島平八より簡単に済むだろうが。なるほどくん、災難だね。ごめんね、私も生活かかってるの。つうわけでちょいと狩らせてもらうわよん。そんなに明るく言われても。バレッタボスか、ここの。まずいな。なるほど、弁護士を守りながら戦うことになるか。なるほどは仇だ。避難させた方がいいんじゃないか。だがそこを襲われたらどうする。今の状況では護衛に人数は割けない。くだらん。自分の身も守れぬ弱者など放っておけばいい。ひどい。ふーん、要するに自分で身を守れればいいわけね。いやいや、格闘とか無理ですよ。六法全書から何か召喚したりできんかい。いやいやいや、そんな弁護士聞いたことないよ。私が気になっているのはお嬢ちゃんの方なのよね。名前がなんだっけ、迷いちゃんだったかしら。私もなるほどくんと変わんないですよ。モリガン、その娘の首飾りか。そういうこと、迷いちゃん。それに魔力を吹き込んであげる。魔力？あれ？前にもそんなことがあったような。あ、迷いちゃんのいとこのはるみちゃんに霊力を吹き込んでもらった時か。確かあの時は迷いちゃんからもらったまがたまに霊力を吹き込んでもらったんだっけ。その首飾りはちょっとしたものよ。何もないよりはマシじゃないかしら。強い力を得られるよう念じるの。やってごらんなさい。殿様や姫様みたいに強くなれますように。なるほどくんは意義ありで敵をなぎ倒せますように。そんないい加減な念じ方でいいのかい。じゃあ、はい。おお、まがたまが光った。それに迷いちゃんの体も光ったような。魔力が宿ったというより霊力が増幅されたという方が正しいようだな。これで一応戦えるようになったんじゃないかしら。どう？よくわからないですけど、修行した直後みたいな変な感じ。ふん、モリガン、貴様も物好きだな。あれ、逃げないのかな？その方が追っかけるだけだから簡単なんだけど。その必要はなくなったらしい。見せてもらうとしよう。なんや、いけるみたいやな、先生。はあ、僕も何やらなんですが、どうやらそういうことみたいです。逃げないんならそこ動かないでね。サクッと切り落としてやっから。ふん、そんな連中使えるのか。はっはっは、わしの弁護をしようという男じゃ逃げ回るだけでは能がない。なるほどと言ったな。やれるか。やるしかないみたいだ。迷いちゃん、僕から離れないで。
うん、でも私だって殺し屋からなるほど君を守ってあげるんだから。やる気満々だな。一家団らん、そして逆転。行くぜ。こいつらもあれか、戦闘に参加すんのか。で、ちょっとキリ、おっとっとっとこれマジで適当に動いてるとやられるな。罠にはめられる。移動力めっちゃ少ないんだけど。構わないわ。デントリーはこっち行くか。じゃあ教えてあげましょう。うわー、ガード持ちか。なるほど、君たちはあれか、ソロキャラか。じゃあちょっとこいつらを狙うか。最初から全力で行くぞ。あ、複数攻撃っていうのもあったね、そういえば。ほら、めっちゃ殴ってか、攻撃力高っ。俺一人で十分だ。3122。敵の防御力が弱いのか。反撃していこう。おら、倒せなさそう。結構残ったな。気にしない、気にしない。そうか、こいつらを呼べばよかったね。じゃあ防御しよう。応戦しない。こいつは反撃でいけるっしょ。おらおらおら、いけ三島。最初空振ったな。あれこれさ、途中カットしたいんだけど。もう少し骨があるかも。あ、この BOW ハンターじゃん。もしやハンターアルファって書いてあるし。始めるぞ。ちょっと待って、これで複数攻撃はできないのか。こいつ能力的に無理なのか。いくぜ。なるほど、召喚。なんか攻撃した。おお、なんか出てきた。いやー、もういいんだけど攻撃はそこまで。あとはこいつが、あー、また入っちゃったよ。何が20減ってんだ。ヒットポイント、ちょっと届かないな。これね、十字キーの方がこういう時動かしやすいんだけど、スティックで動かさないといけないですかね。うわー、ダブル攻撃仕掛けてきたよ。しかもなんかロックされてる。こいつ、いいだろ、こっちを倒すか。ほら、もう一回。すげえ鳴き声だな。なんか虫をいじめてるみたいね。ちょっと罪悪感感じんな。ハンターがだいぶ攻め込んできてんな。3000か。3000減らせられるか。よし、ダブル行こう。両方とも召喚する。おらおらおら、行って。だ、倒した。もうわけがわからん。何人いるんだ。これさ、もういいんだけど。
こいつちょっと遅れてんな。仕事だぜ。おお、くる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 、攻撃してきたか。この程度行くぜ。楽しめそうだな。蹴り下し、よし、砕け。これでしまいじゃ。とどめじゃ。ぶちまけろ。どうしたの？おお、レベル5。技のキレが鈍っ。お、なんかが使用可能になったけど、わからん。ちょっと下がりながら行くか。こいつらをちょっとやっぱ主人公系だからレベル上げたいしな。これさ、向き変えらんないのかな。よし、これで合流した。ここで迎え撃つ。あいつアホだな。特に何にも考えなく突っ込んでくんのか。務め損なったな。 BOW は専門だ。そういうのはないのかな。撃ち抜いてみせるぞ。でもスキルとかでなんかあるかもしれないな。 BOW ダメージアップとか。しぶとい相手だったわね。よし、あとはこっちから攻めるか。いくぜ。うわ、ガード持ちか。ガード持ちだとね、ちょっと厳しいんだよな。残ったか。292。じゃあちょっとこっちの不良くんに行くぜ。パンチとキックでさ、ガードをさ崩そうなんてすげえな。格闘でどうにかなる体じゃねえだろう、そのハンターの体は。作戦通り。ん？こうか。夜はこれかじ。ボスを誰で倒そうかな。狙ってきたな。完全防御しよう。なんだ？必殺技を使ってきたってことか。完全防御してよかったな。危ねえ。これは反撃していいでしょう。もういっちゃう。これやこれ。よし、バレットのヒットポイントがいくつだ。7400。結構あるな。レベル5、レベル4か。ってことは一旦こいつで減らそう。ここに置いて攻撃をして、でもう一回撃って、ここで必殺技を。一気に制圧するわ。俺が合わせる。だいぶ減らしたな。でも1300750。倒すか。このまま倒すのか。終わらせる。おお、残った。ちょっと、うわー、行ってカウンター。ちょっとこいつでレベルを5に上げたい。オーケーオーケー。よし、レベルアップ。アリスケの魂、謎のものを習得したな。痛い。もういや、今日は退散ね。覚えたからな、てめえらの面。まったく忙しいやつじゃ。できればもう来ないでほしいんだけど。ヤン弁護士さん、あなたの首は私のもの。とりあえず今回はバイバイ。任務失敗で大丈夫なのかあいつ。
とんでもないのに目をつけられたね、なるほどくん。とほほ。こうなった以上、なるほど弁護士は死んだで保護した方がいいかもしれんな。だがこれで戦う弁護士になった。弁護士業だけじゃなく戦闘もできる。どんどん依頼が増えるな。ありがとうございましたモリガンさん。私たちなんとかなりました。大したことじゃないわ。ただあのダークハンターは執念深いから気をつけなさいね。気が重いな。ともかくなるほど弁護士たちは見つかった。元の世界に戻りたいとこだが、そうまずは調べるべきよね、ここの金の鎖を。ふん、人間界から余計なものを持ち込んだのではあるまいな。ジンの言っちょった大間の動きも気になる。調べた方が良さそうじゃの。そうと決まれば調べないと。早速。ふんふんふん。てか魔界にいて大丈夫なのこいつら。はい、というところで、なるほど弁護士たちがなぜか戦えるようになったんで、第3話これで終了したいと思います。